は我々の演奏会のためにわざわざお越しいただきまして、どうもありがとうございます。最初の曲ですけれども、ロドリゲス・ペアニャという曲です。でこれ初演されたのは1911年ということだそうです。で場所はですね、アルゼンチンのロドリゲス・ペアニャ通りというところがあるそうで、そこのサロン・サン・マルティンというところで初演されたそうです。でここが通称ですね、ロドリゲス・ペアニャのサロンというふうに呼ばれていて、この曲の名前の由来になったということだそうです。それではロドリゲス・ペアニャ。その奥さんの名前がフェリーシアという名前で、その名前を付けたというふうな説もありますし、また作曲者のお家にいたお手伝いさんがフェリーシアという名前でその人に捧げたんじゃないかというような説もあります。詳しいことはよくわかりません。ということで、フェリーシアです。
ロデンソという曲です。でこれはですね、作曲者がですね、一時期在籍した、楽団で親友になったロレンソ・ラビシエルっていう方がいて、その方のために、その方に捧げたというふうに言われています。続きまして、ロレンソ。
まして、ミス・ノーチェス・シンティ、これ、君しのぶ夜というふうな題名がついています。これ、タンゴではなくてですね、パラグアイのグアラニアというリズムで書かれています。で、グアラニアっていうのは、1900年代初めにできたパラグアイの音楽で、よくアルカっていう南米のハープがあるんですけども、そのハープと歌なんていう形で、歌われることが多いそうです。これ、現代実は、あなたのいない夜っていう意味だそうです。ということで、ミス・ノーチェス・シンティ、君しのぶ夜。
まして、友いおぶりご、かわす杯なんていうふうな題名がついています。でこれも今のガルデムの作品です。でこれは1931年にフランス映画、ブエノスアイレスの灯火というものに主演して、その中でガルデムが歌って、でそれによって彼がですね、歌手として、そして映画スターとして、その地位を確立したというふうに言われています。現代はですね、これ、私はのみ押し付けるという意味だと思います。でこれはあの向こうのカウボーイのガウチョなんかが、相手に強い酒を、強いる時のその勧誘を下すんです。俺飲むからお前飲めよってこういう感じで言うんだと思うんですけども、ということで、ともいおぶりごです。
Thank you.